じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今年も全国高校野球選手権夏の甲子園が始まりましたけれども、はい、開会式も行われまして試合も始まっています。なんかさ、こう下向いてたら、タンタタンタタンタタタタって始まったんだよ、はい、大谷が始まるのかなと思ったら甲子園だったの、いや大谷も毎試合やってるからさ、あそかそか、まあ、まあ大谷かなって、それは音楽が全然違ったよ。そうですよね、ただ今年の甲子園、高校野球もやっぱりいろんなことがこうルール上で言われてきまして、そうだな、直前までこう7回制検討ということが言われてまして、まあ、今回は7回制にはならないんですけれども、まあ、7回制検討、あと午前の部、午後の部みたいな2部制みたいのも今回導入されていて、全部の試合ではないです。午前中、そして午後は夕方、まあ、ナイター扱いになるんですけれども、これでまあ実験と。これはここ数年のやっぱり日本の夏の暑さ、猛暑対策というふうに言われているんですけれども、まあ、熱中症で倒れたりとか、あと試合中に足がつる選手なんかもやっぱりここ数年非常に多く見られるので、そのあたりやっぱり選手たちの体健康面を守るというふうに言われてるんですけれども、ただこの7回戦に関してはいろんな監督が賛否両論、まあ、あります。率直に豊さんはこの7回戦っていうのは、これは俺選手時代に7回戦って言われるとすごい嫌だったよね。多分それなんでですか。それはお前せっかく出たもん7回で あと2人ぐらいやってよと思うよね。やりたいですかやっぱり。なんか7回だったらせからしいじゃない早く終わりますよ。そうや、早く終わるけど長くたっていいよって、ダブルヘッダーやってもいいっていうぐらいの球児たちはそうなんですね。そりゃやっぱ甲子園に憧れあって、やっと出れた、やったみたいな、うんうん、ね、7回制って本当に5回制じゃないよねみたいなでも、うん、この国書、はい、考えたら、うん、これから野球の世界、はい、まあ、プロ野球も含めて、うん、俺は7回制にすべきだと思う、うん、現役の時はそのこと思わなかったけども、今の時代の流れだとか、うん、そう考えると、はい、高校野球っていうのはまだ早いからね、うん、9回見てもいいんだけど、はい、プロ野球なんか3時間超えるでしょ。超えます。そうなってくるとやっぱ3時間椅子に座って見てるっていう方がやっぱり少なくなるよね、まあ、そういうスポーツってなかなかないですね。ないもんね。だから、まあ、その全体的なバランスを考えて、うん、その社会とかね、うん、いろいろ考えたら俺は7回制でいいと思う、うんうん、プロだったりメジャーリーグだったりが7回制になれば、必然的に高校野球も7回制にはなっていくっていうことですか。まあ、高校野球からもう始まってもいいんじゃないかなっていうのは気がするよね。でプロ野球に入ってくる、いや僕は球界制やらないですいやそんな野球やったことないですみたいな。そうですよね。もうそうやって高校野球から変えていくという。そうか。でも高校野球で7回制になってしまうと、7回制でこう体が覚えてきた選手たちがプロに入ってくる。いやだからもう少子化対策っていうこともあるわけ、はい。まあ、例えば今ねチームができなくて、うん、3チーム合同の選抜チームとか作って予選を戦おうとしたりとかもしてるでしょ、うん、これがねどん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 やっぱ少子化っていうのは進んでいて、うん、野球離れっていうのもある。それ考えると7イニング制の方がいいと思う。導入しといた方が。ただその7イニング制やっぱ賛否のピの方はやっぱり強豪校、いわゆる、うん、強豪校っていうのはピッチャーも豊富にいたり、もう中継ぎももう先発もかなり枚数揃ってますみたいな強豪校はやっぱり9回までやりたいっていうのが、そりゃそうだよね、出場ともあるからね。そうですよね。それとそういう選手も使ってあげたいっていう気持ちもあるだろうし、うん、そしたら出場校を増やせばいいじゃん7回制だったら、うん、他にもっていうところです、ね、だから各県2校とかさ、はい、各県すごい待って逆にだから、なんか多くなりますね。各県2個だったら、うん、B チームも出せるチームは予選から戦っちゃうみたいな。ああ、そういうことか、豊富だとね。そうかそうかそうか。それは決勝戦は大阪桐蔭の A と B でした。なんだそうか。そうそう。そういうのもまあね、ありうっちゃありますけど。まあだけど2個は出れるからみたいな。なるほど、そうか。とか、うん、まあまあそれはね、まあ冗談としても、はい、ただ野球が変わってくることは確かだよ、7回制だと。そうですよね。まあ、とにかくビンビン来るし、もうとにかく積極的に打ちに来るよ。ですよね。で打順も変わるよ。やっぱ打てる人から並べていくよ。
そうなってきます。回数を回さない、回した方が得だから、はい、まあ、そうなっていったりだとか、うん、まあ、戦略とか戦術とかそういうことも変わってくるよね。ですよね。例えば花咲徳栄の岩井監督なんですけれども、はい、私が生まれてから今まで野球は9回だったし、アンダー18でも経験しましたけど、これまで3回でそれぞれ序盤、中盤、終盤というふうに言われてきた野球で、終盤が事実上消えると、相手投手に球数を放らせて後半勝負という野球はなくなるでしょう。そういう意味では7回となると違和感がある。大阪桐蔭の西谷監督、スポーツの本質が変わるので、前半ポーンっていって複数点取れたらそのまま試合が終わってしまう気がします。これまでずっと給水タイムやクーリングタイムなどで努力してきたので、他の部分で変えられるんじゃないか、そんなに急いで変えなくてもと思います。あと2イニングぐらいできるんじゃないかと、というふうに話す。まあね、高校生って本当に鍛えられてるし、ね、夏の暑さわざと暑い日時に日中でやるからね。いや、お前ら甲子園出たいんだろうみたいな、暑ささえなくて暑さにも慣れなきゃいけないんだよとか言ってやってんだよ。そうです、ね、いやだから大したことないんだよ。だからクーリングタイムなんか取ってもらわなくていいんだよ。変な間が空くし体冷えちゃうから、うん、逆に去年それもありましたね。いや、そうなんだ。いやだからね、それはもう大きなお世話なんだよ。水なんて今もう自由に飲めるから、俺らの時はもうミミズが干からびてこうやって倒れるような感じだったから、うん、いやだけど今はね、もう自由だし、クーリングタイムっていうのも、もうそんなもうちょっと短くてもいいだろうし、あれクーリングタイムも一見いいのかなと思ったら、去年監督さんから数分間で、あのすごく冷たいというか冷房の効いてる部屋に入ると、その後暑いグラウンドに出ていった時に、そのギャップでやっぱりちょっと気分が悪くなる選手も出てきたっていう、まあ声も上がってくる。だってさ、野球ってさ、チェンジもあって、うん、攻守交代があるから、うん、いいじゃん別にな、そんな時間取らなくて。いや、サッカー給水タイムってあるよ、うん、そらね、もうずっと笛がなくて給水タイムってこうやって走りながらペットボトル持って飲めないからね。ただサッカーはやっぱ夕方というか、まあ、そうだね。そうですよね、うん、だから甲子園となるとやっぱり午前で、今は午前中でももうあの熱帯夜そのまま暑さが上がっても、そうだね、困ってるからな。で実際あの今回の開会式でもやっぱり熱中症で倒れて人がね、あのどなたか運ばれていく選手かっていうこともあったので、例えば開会式何も日中やらなくていいんじゃないかなと。オリンピックの開会式も夜やってるので、お前ね、今はねオリンピックがあるんだよ、だから午前中にやるしかないんだよとか、夜でいいんじゃないですかね、いやとか、うん、まあいろいろ大人の事情でいろいろ変わるんだよ。更新したいのかなみんな。いや俺はね、それはいらないと思う。別に歩きたいとは思ってない。プレーはしたいけど、開会式あと、まあお話も長いじゃないですか。長すぎるよ、うん、このボールは何か知ってますか知らねえよ。いや、思ってます。いや、高校生は思ってると思うよ。そうですよね。いや、そんなことで早く締めてくれみたいな。うん、確かに。多分そうだと思うよ。確かに挨拶とかそういうことは大切だよ。うんうんうん、でもね、簡潔に喋らないと。うん、ほら、もう立たされ坊主はお前、もういいよ、お前、うん。で、この炎天下じゃないですか、40度近い。プラカードの女の子もげんなりしてたから長すぎる。多分ね。多分ね。うん、そうですよ。で、必ず開会式の後に試合っていうのをセットにしてるんですけど、私はあの分からないですよ、前の日の夕方だったり夜に開会式して、次の日の朝から、まあ、例えば一部二部制で試合っていうのでも健康を守るという意味では、だってみんな寝てないですよね。ちょっと待ってくれ、うん、健康を守る守るって健康有料児がやってるから。でもお前ね、でも倒れた健康じゃないとあそこにはいないから、まあね、でもほら毎年足がつって交代とか、まあ、そういうのはしょうがないよもう。あと熱中症で気分悪くなって選手交代とかもあるので、開会式で倒れたってなると屋根付きのところでやった方がいい。ただね、人間ってね本当によくできてて、うん、体が対応していくんだ。本当ですか。絶対対応するって。本当ですか。これが40度になっても対応していく、慣れたら。それは人間ってね性能がいいよ。本当に。本当ですか。いや本当、俺だって朝ねもう起きて、うん、起き抜けに、うん、もうすぐ散歩行くんだよ、うん、最初1日2日目、うん、うわー今日も暑いぞと思ってたけど、うん、なんか最近はすがすがしいんだよ。嘘。いや本当だよ。本当ですか。いや慣れるって。慣れるのかな。だ多分高校やっぱり球児、豊さんはやっぱり球児でやってない側との多分温度差っていうのはあるんだろうなと思って。いやでもやってる人が主役だから。
そうなんだけど、ね、もうおっさんたちはその日のために挨拶文考えてみたいな主役は球児たちなんですけどね。そうなんですよね。またね、選手先生も長かったなちょっとなんかコンパクトにした方がいいかな。立派だけどね、立派だ。昔の先生みたいな、うん、我々選手一同はって、そう、もう本当に変わっちゃったよね。定型文でしたよね昔は。本当だ。あと京セラドームでやるっていうのはダメなんですか？屋根付きとか。いやー、やっぱ甲子園だな。やっぱそこを目指してるからさ。じゃあの甲子園に今の銀さんもちょっとね、なんか伸ばすみたいに言ってますけど、なんか上対策するのもダメなんですかね？いやいや、それはいいよ、甲子園だから、うんうん、甲子園という聖地に来たいわけよ。そうか、もう倒れてもやりたいっていう感じ。倒れてやってきてるから今さら倒れようが何しようがいいんだよ。でもめちゃくちゃシュールですよ、このね、NHK 見てるじゃないですか。窓のこの枠のところには、熱中症警戒アラート、室内で休んでください、スポーツは外では今日はやらないようにと、不要不急の外出控えって中でやってみると、矛盾だらけだよ。めちゃくちゃ矛盾だらけど、めちゃくちゃシュールで、あのさ、スポーツもあって今ね、うん、こうよくコマーシャルで見るのは、うん、電灯かけて、こうやって振ったら、うん、あ、T シャツでしょ？ T シャツあるじゃん。あ、でも通販で。あるでしょ。うん、あれ着てやればっていうことですよね。だと思うよ。あ、ユニフォームをね、うん、でも頭とで そういうので帽子あれすればいい。改良して帽子はかぶっといた方がいいよ。やっぱ、まあ、危ないですもんね。な、うん、それとかそういうのでユニフォームを改良したらどうだよ。あ、まあそれも一つの手ですね。くっそ熱いのにね、野球だけはなんでこれだけ厚着するんだって思うよ確かにそうですよね。よく暑くなかったですか？ね、いや暑いよ。人工芝だからさ、危ないか、ここ向けるから無理やり長袖着たりだとかしてたけどさ。大変ですね野球って。いや大変だよ。だからユニフォームの改良もあると思うよ。ただまあ7回戦今回は導入しなかったですけれども、選手たちの疲労度だったりとか、その熱中症対策とか。いやもう全然違うよ、まあ、それ違う。スピード感が出てくるから野球がやっぱり変わって、もしかするとこれもありなんじゃないかなっていうふうに思う可能性って慣れだから。ありますよね。慣れてくるから人間って。7回でも今度は長いって言われるようになる。あ、逆に5回でいいんじゃないかって。そうか、イニング。そうですね。いや本当に、うん、もうこれは昔から2003年か、うん、ノタリ会長ってアマチュアのイタリアの人がいたんだよね、はい、うん、アテネでオリンピックがあるからイタリア経営で入る時に食事をご馳走してもらったんだよ、はい、もう亡くなられたけどさ、うん、その人がもう言ってた、常に7回制が野球はいいって。もうそうか、そうじゃないと世界的にも広がりは見せないって。サッカーでも1時間半で終わると、うん、野球がその倍あると、はい、時間的に言えば、うん、そういうスポーツは絶対時代に遅れを取るって、うん、だから7回制で1時間半を目指した方がいいって。そうかそうか、ね、ホームランの記録とかも今後そうなってくるともう抜くことはできない、まあ、ないかもわからないけども、うん、でも7回制にすれば試合数を増やすとかね、うんうん、そうかそうか、まあそれでもいいし、はい、で7回制だったらダブルヘッダーもできるんじゃないかと思う、うん、日程的にね、うん、なるほど。まあそれだけ選手の量もいらないです、うん、それの、ね、始まりとして、まあ、熱中症対策、健康対策ということもあっての甲子園、高校野球での7回制検討っていう、それはやってみてもいいはいいと思います。そしたらまあ選手の時は嫌だけどねもうこうなってみると、うん、高校野球だけがじゃないよ、はい、全体的にもう7回制っていうのが俺は推奨ずっとしてるけどね、うん、確かにあのね、本来の野球とは変わってくるとか、まあ、変わりながらも進化していくものだったり、まあ、変化はね、うん、絶対しなきゃいけないと思ってるし、うん、まあ、いつまでも続くっていうこともないしね。そうですね。あとはやっぱりこのね、甲子園でいうところの夏の酷暑っていうところで、選手たちのやっぱり体とかを守る、命を守るっていうところももちろん、あとあのアルプススタンドで見てるお客さんたちもやっぱり運ばれたりとかっていうのが多くなってるので、そういった人たちのその対策を守るっていうところでもそうなのかなとか。7回戦になるとやっぱ解説も変わってくる、うん、あ、まあそうか、やってみないとわからないっていうことがある。だから俺らなんかもう7回戦って言ってるけど、うん、自分の首を絞めてるみたいなもしかしたらそうです、ね、やったことねえだろみたいな、うん、解説をもうしょうがないよ。でもまあそうですね、でも野球を存続させるとか、うん、長く後世に伝えていくためには、うん、俺は7回戦にいずれは絶対どっかでのタイミングでなると思うんだよ、うん、でもそれは早い方がいいと思ってるから、まあ、いずれ来るんであればってことですよね、うん、
まあね、ちょっと今回の高校野球も毎年ね、やっぱこの国書のことでいろいろあのことを導入したりとかルールが変わったりしてきてますけれども、それがどういったちょっと、まあ、結果というか、まあ、そうだね、うん、まあ、いろいろやってみてね、そうですよね、まあ、より良い方法を取っていけばいいと思うよ、うん、そうですね、うん、